お洋服をね、選ぶ際に重要になってくるのが5つあります。なんか買って似合う色買ったんだけど、なんか似合わないのっていうところにつながってくるの。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はずらっと黄色の色を並べてみました。そして私が着ているお洋服も黄色、全身黄色です。はい、今日のコーディネートはトレンドのイエローを使ったワントーンコーデ、そしてサブタイトルにあの黄色い人でございます。はい、まるで道端で子供にあの黄色い人がとかって言われそうな感じですよね。今日のお話しする内容は、似合う洋服と好きなお洋服は違うっていうようなお題でお話をしていきたいと思います。はい、というわけで私はね、今日着ているのはサマーセーターなんですけれども、黄色い、しかもウィンターというところに属する青みがかっているビビッドな黄色のセーターでございます。そして下はブリングと呼ばれる、いわゆるイエローベース、黄色の中でもね、イエローベースとブルーベースっていうのがあったりとかする、すごく不思議な世界なんだけれども、どちらかというとスプリング系と言われる色味なんですね。パッと見てやっぱりわかるでしょ、色味が違うなってお分かりいただけると思うの。一番これ重要なのがね、上下でお洋服を着るとき、ワンピースみたいなときはね、まあ、関係ないんだけれど、上下でお洋服を着るときに上と下の色味が違うと、ものすごく洗練されてないような印象になってしまうの。じゃあなんで洗練されてない印象だっていうのに私が着てるのっていうところが今日のお題に関わってくるんだけれど、お洋服をね、選ぶ際に重要になってくるのが5つあります。何かっていうと、まず色でしょ、それから形やデザイン、そして3つ目が素材、そして4つ目が素材の持つツヤ、そして5つ目がモチーフとかどういうテイストのものなのか、この5つが洋服を選ぶ際にとても重要になってきて、例えばパッと見てこちら黄色いジャケットです。この黄色はね、いわゆるちょっと青みがかった黄色なんですね。でもよく見ていただくとね、5番目のモチーフっていう話したじゃない、これこういうデイジーのモチーフがついています。そしてこういう襟だったりとか袖口のところにこういうね、ちょっとした刺繍というか縁取りがついてるんですね。それから全体的にこういうふうにカーブがついてたりとか、ポケットの位置がね、どこにあるかとか、素材はね、またちょっと独特な厚みのある素材なんだけれども、全部そういうのを総合していくとスプリングさんに合うお洋服っていうふうになってくるの。色はね、確かにサマーの色なんだけれど、お洋服もデザイン、持ち味っていうもので引っ張られちゃうのね。で、それからこれを見ていただくと、同じくサマーの青みがかっているイエローになります。じゃあサマーでいいわねと思うんだけど、このデザインのね、この周りの縁取り、それからものすごく斬新なギザッと胸のところにね、デザインがされてて、ウエストのところにもこのように黒いラインが入っています。こういうデザインっていうのはウィンターさん系の人が得意とするデザインになってくるので、はっきりとしたもので、どっちの方が前に出るって言ったら、こういうデザインの方が前に出るんですよ、色よりも。それからね、こちら、これはいわゆるカラーで言うとスプリングさんっていう人たちが得意とするパターンの色なんです。さっき私が言いました、私が履いているこのスカート、まあ実はワンピースなんだけれど、このワンピースとこのワンピース同じスプリングの色味なのね。でも何が違うって、ツヤが違うんですね。4つ目の素材の持つツヤ、ツヤなのか、あるツヤがあるのか、マットなのかっていうところにも関わってきます。これはね、コットンなのでツヤがあんまりないのね。じゃあ同じ私が履いているこのスカート、ワンピースはスプリング、そして上のこのセーターはウィンターという青みがかっているものだって話したよね。じゃあこのスカートと私の着ているセーターを合わせてしまうとどうなの、合うのっていうと微妙に合わない。なぜかっていうとツヤがないから、プリングのままだから。でもよく見てみて、このワンピース、こういうビジューというね、モチーフががっつりこの目立つ顔のすぐそばのところについているわけ。じゃあそうするとどうなるかっていうと、こういうビジューがついているものははっきりとした
段越されるウィンターっていう人にとても似合ってくるモチーフなの。もしここだけ私が着るんであれば多分いいと思うのね。だけれどもこのセーターを上から着てしまうと結局このモチーフが隠れてしまうからスプリングのままなわけで、何が言いたいかっていうと、そうやってね、素材だったりとか色だったりとか、こういうモチーフだったり、それからさっき言った素材のツヤっていうもので、何が前に出てくるか、何が引っ込むのかっていうところが洋服によって違うの。だから私はパラの診断でスプリングっていうふうに言われたから、スプリングの色これ似合うのよね、でもなんかこの毛が似合わなかったみたいなものが出てきちゃうわけ。難しいよね、結構難しいの分かる。でもここを乗り越えないと結構ね、お洋服ってなんか買って似合う色買ったんだけどなんか似合わないのっていうところにつながってくるので、例えばこれはね、ちょっと青みがかってるイエローで、サマー、いわゆるサマーの人が着るものなのね、まあ似合うものなので、ちょっとだけ見づらいかもしれないけど、素材を見てもらうとちょっとラメが少し入ってるの、キラキラっとしてるのと、プラスしてここにこういう黒いがっつりモチーフがついてるわけ。どうなるかっていうと、このツヤのキラキラ感と、それからこの黒いものでサマーの色と形なのに、素材とこのモチーフでウィンターに引っ張られちゃうっていうような流れになってくるわけなのよ。ちなみに私はウィンターとあとオータムが入ってる人なのね。結構顔のそばにどんな色味が来るかによってやっぱり似合わないもの、それからね、素材では難しいものとかって出てくるわけ。あんまり例えばウィンターだからといってツヤがあるこういうものを顔のそばに持ってくると、うわ夜っぽいっていう風になっちゃったりとかするの。だから重要なのはもう一回繰り返すよ、洋服の色、形やデザイン、そして3つ目に素材感、そして4つ目に素材のツヤ、マットなのかツヤがあるタイプなのか、そして5つ目にモチーフの持つ持ち味だったりとかテイスト、この5つをちゃんと見極めて、どれが前に出てるのか、どれが後ろに引っ込んでるのかっていうものを見極める必要が出てきます。特にね、4番目の素材の持つツヤっていうのも、色と同じようにその人の持ってる持ち味を左右するので、この5つをぜひ考えてから洋服を買ってみてね。はい、いかがでしたでしょうか。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございます。どうぞチャンネル登録、そしていいねボタンを押して高評価をいただけたら嬉しいです。では